2019年チャンピオンのマルク・マルケス。最高峰クラス6度目のタイトル獲得であり、歴代8番目の記録である。2019年のモートジッピーは、フィムロードレース世界選手権、第71回大会の最高峰クラスとなる。マルク・マルケスが、第15戦、タイグランプリでタイトルを獲得した。マルケスは12勝、第3戦アメリカグランプリでの点灯を除く18戦で、 表彰台に上り、モートジッピー歴代最高得点となる年間420ポイントを獲得した。これにより、ホンダは2017年から3年連続となる、モートジッピークラスで、ライダー、チーム、コンストラクターの三冠を達成した。アンドレア・ドビツヨーゾは2勝を挙げて、ランキングに位、マーベリック・ビニャーレスは2勝を挙げて、ランキング三位となった。アレックス・リンスは二勝を挙げて、 モートジッピークラス初優勝をした。リンスの勝利は鈴木にとって2016年イギリスグランプリ以来3年ぶりとなった。ダニロ・ペトルッチは1勝を挙げてモートジッピークラスでの初優勝を飾った。以下のグランプリは2019年シーズン正式に開催される予定である。ポイントは15位まで。完走した場合にのみ与えられる。ありがとうございます。